俺が群馬の野球部のタミー。本日の企画は不動車を復活させよう。今映っている、バイクはですね、以前1回ね、登場いたしました。はい、RZ が動かなくなった時に、実は1回、登場しているんですけども、まあ、このバイク、まあ、何なのかっていうところなんですけども、持ち主が死にました、死んだんでそれを、受け継いで、持っているということですね。はい、まあ、このね、バイク、もう譲り受けたのはもう3年ぐらい前なんですけども、これもう3年ぐらいエンジン始動してなかったんで、もうこんな感じで回してもうんともすんともな感じなんですよ。はい、でこのバイクは V ストローム250っていうバイクなんですけども、まあなんか結構荷物が積めたりとか、これガードとかついてたりとかで、スクリーンついてたりとか、まあなんかちょっとキャンプツーリングとか、になんかちょっと適しているような、バイクかな。今日やりたいのは、バッテリーの交換、オイル交換、プラグ交換、をちょっとやっていきたいなと。まあ簡単なね、作業ですけども、まあちょっとそれやって、で、これでね、ちょっと、まあ随分前から考えてたんですけども、まあちょっと、一人でキャンプツーリングでも行こうかなと思って、まあちょっとそれで始動させようかなということです。オッケー。着いた。で、バンド閉めて、したらちょっとエンジンかけてみっか。無事エンジンが始動ということで、お湯交換ちょっとやっていきたいなと思います。はい、新しいオイルを注入したいなと思います。ね、鈴木の燻製、もうなんかいっちゃんいいやつ、いっちゃんいいやつちょっと入れてあげようかなと。いきます。あー、いいね。トク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 入ってってますね。嬉しそうだね。嬉しそうだね。あ、じゃあこれだね。やっぱ綺麗だ。綺麗ですね。まずはヘルシーで、いいね、新しいのを入れてあげると気持ちよさそうだよ。で、反対側もあるんで、これ同じことやって、今日の整備は終わりかな。無事復活したかどうか、まあ、整備が終わったんでね、簡単なスイープですけど終わったんで、ちょっとエンジンかけて、バッテリー交換した直後と今なんかどんな感じに変わってるか、耳で確かめてみます。はい、いきます。いいですね。じゃあいきますよ。
さあということで、もろもろ整備終わったんで、思想がてら花高 の, あの牧場の方に行ってアイス食べて、終わりにしたいかと思います。ということでツーリングへゴー牧場。さあということで、整備終わりまして、今から、整備の時の暑さを解消しに、花高の方にあるミルク工房タンポクさんから、あのアイス屋さんがあるんですけど、ちょっとそこに行って、アイス食べようかなと思います。またね、眺めがいいんですよ、そこ。その元カノと行ったことがあるんですけど、まあ結構いい眺めで、高崎、まあ一望できるような、高崎前橋が一望できるようなね、すごいいいあのとこなんですよ。でね、2人でアイスを食べながら、ゆうちゃんと見る景色が、ゆうちゃんが芸人として売れていったら、この見る景色がどんどん変わっていくのかな、なんて言われちゃったりなんかしてね、ゆうちゃん芸人頑張ってねみたいな感じでさ、青春青春、青春青春、青臭かったわけですよ。そしたらものの半年後、ごめん、やっぱ芸人金ないから無理、つけてて。あ、いいね、来たね。牧場っぽくなってきたね。多分上でいいんだよな。ほら、ブルーベリーとかさくらんぼとか枯れるらしいよ。そこはね、行ったことないんだけどね。結構いろいろあるね。あ、いいね、臭いね、危ないね。うわ、これこれ見てよ、この景色。 GoPro で映ってんのかな。またちょっとちゃんと撮ろうか。あ、すげえ、なんか整備されてる、駐車場が。いい感じですね。じゃあちょっとここに止めさせてもらっちゃおっか。よし、到着です。はい、じゃあちょっと今からアイス買ってちょっと食べてきますか。どうよこの風景、ちょっと見えないかな。もう向こうに見えるのが高崎かな。あれ多分イオンだもんね。イオン見える感じするもんね。まあ、高崎が一望できると。うまい。これマスカルポーネが好きなの。マスカルポーネ、すっごい、隣に女の子2人なんだ。すげえ楽しそうに食べてる。まあ、若干嫌な気持ちになっちゃうかもしれないけど、ちょっといっぱい溶けてきちゃったから舐めちゃうわ。まあ今度はソロキャンプツーリング、行こうかなと思います。はい、ということで、以上です。おじさんがアイス食ってるの見てるのつれだろ。終わります。